どうも、エルです。それでは、ゼルダの伝説、トワライトプリンセスやっていきまーす。さて、今回から公開収録の方にしてます。ちょっとね、あまりにも移動とか多かったりもしたんで、今回が公開収録という形を取っていきたいなと。まあ、またライブするかもしれないけどね。のんびりやっていきたいと思います。今回は北の大地。いい感じかなぁ。まあ、買うものも買ったしね。北だったら、どっちからの方がいいかな。まあ、爆弾もあるんで、とりあえず OK かなぁってところだね。エルダさんいますか？あー、ポストマンか。いたいた、エルダさん。お手紙をお届けに参りました。エルダさん宛に2通お手紙があります。ほんじゃあ私はこれで、またねー。元気やな。手紙。緊急連絡。雑貨屋開いたぞと。普通の店では売ってないものが一つだけ手に入ったから、誰かに買われてしまう前に来ることだな。なお、冷やかしはごめんだ。この度お買い上げありがとうございますと。ああ、そうだね。弓に、セットできるって話だと思うね。アイテム画面で弓をセットしてから爆弾を選んで、ZLで構成すれば、マジで。はぁ。うわ、めっちゃ便利じゃん。爆弾の数だけって感じなのかな。そこだよね、気になるのね。よし。じゃあ行こう。目的地は、こっち方面だね。さあ、ウルディン大橋。こっちだよね。うん。ウルディン大橋行こう。ボスが懐かしいね。そこ、またあったね。早速爆弾使うんじゃない。試しに使ってみようか。おーおお、早速来たなー。あー、橋が。ああ、スマブラのそういうことか。橋が崩れたりとか。ああ、で、出てきたねー。ちなみに。いて。痛い痛い。そんな。そんまま動くんだねー。おー、関係ないんだ。でね、嫌な予感がする。でしょう。ねえ。これさ、ブーメランにしといて、爆弾ちょっと後にしよう。これさ、多分まとめて倒せないよね。
分逃げるパターンだろうな。うん、倒せないもんね。倒せないんだよね。はい、逃げろよし、これで。で、こっちだね。よしよし。おお、ね、ちょいっと待った。気になる。今のは気になる。なかなか。一番上限っぽいね。でしかも壊れない。そうか。壊れなかったねー。うん。まあ意外と寄り道するところはないっぽいし、ちゃちゃっていっちゃおう。ああ、なるほどね。で、ここに着くわけか。ってことは、光の雫集めか。そうだね。やっとここまで来たな。影の結晶石の残り一つ。ということは、ここが最後の影の領域。あ、意外と影の領域少ないんだ。無事取り戻すことができるかお前次第。くくく、さあどうする。まあ行きますか。結構大変なんだよね。おい、入ろう入ろう。これで世界を追っていった黄昏の国も見納めか。果たしてそうなるかな。さあ行ってみようか。しんどいんだよなこれ。これほんとしんどいんだよね。大変になるからね。まずはあれ、あ、匂いを覚えるのか。ねえ、エルザはこれだけ約束してくれる？無事に帰ってきてね。さあ、子供たちの匂い忘れて、新しい匂い覚えますか？はい。入れ替え式なんだね。さあ、イリアの匂いゲット。メスの匂いだろ？その面見てたらわかるんだ。よかったら手がかりが見つかって。だけど、あれから随分経ってる方、果たして無事でいるかな。あ、確かにね。さあこんな感じかな。あれ、入られちゃう、もしかして。なあ、あの城どっか見覚えないか。ようやくここまでたどり着けたな。ほら、少し、あと少しやが、頑張りな。と言いたいけど、こっから先、今までのように簡単に行くと思うなよ。ほんじゃ、行ってみようか。そうか、ハイラル城、見えたか。さあ、問題、こっからだよね。まず、精霊探しだな。さあさあさあ、急げ急げー。
独特だよねー、この戦闘音ね。さらに抜けていって。こっちでいいのか。城の方に来たけど。入れるのかな。あ、意外といける。わあ、めっちゃ魂あるわ。まあまあ、そうだよね。アイラル城下町。マジか。ああ、でもこの人たちは見えてないだけだもんね。この近くでゾーラの子が倒れたって言うじゃない。ゾーラってすごく北の方にいるんですよね。なんでこんなとこいるんですかね。ああね、とりあえず南通りの酒場に運ばれたらしいけど。酒場ってあのテルマさんの彼女も大変ですね。とりあえず匂いは辿ってるから、それ、ついていこうか。こんな人いたんだね、ハイラル城。だいたいさ、ハイラル城人いないっていうか、ほとんど、壊された後だったりするしね。あ、そういう意味ではあれだな、僕、ゼルダシリーズやってるやつは全部、ハイラル城人いないな。いないわ。いるのあんま見たことないかも。診療所。これない。ああ、診療所来たけどダメで、ずーっとこう、歩いて、ああ、怪我して逃げてきたけどみたいな感じなのかな。そうね、これ画面切り替えできなくてね。男の子が倒れたんだって。いつ？どこで？わかんねえ。男の子。こっちは。あー、これ大通り戻んのか。そうだね。あー、なるほどね。めっちゃいろんな人いるね。あ、ゴロンいるわ。温泉水。ああ、そうね。温泉はそうだね。さあ、さらに下に抜けて。酒場か。あれ、でもなんでゾーラの方に行ってんだ。テルマの酒場、営業中。お邪魔ー。あ、いる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 。この男の子は助かりますか？落ち着くんだよ、お嬢ちゃん。今、医者を呼びに行った、行かせたからね。だけど珍しいね、ゾーラ族の子供なんて。僕の兵隊が話していた事件と何か関係あるのかね。感動のご対面だ。ってわけにはいかないようだな。今のまんまじゃお前に、相手にお前は見えないんだからな。クククそうだね。じゃあ、情報だけ仕入れようか。全マップ。この入りはこの精霊の泉になんでいけないのか調査しろという上から命令なんだよ。わかったか？入りやこか。ここに行くのか。
アイリアコの精霊の泉に参拝に行けないと住民から苦情が殺到しているそうだ。お前たちにはそれこに向かってもらう場所はさっき地図見せた通りだ。わかったか。めっちゃ首振ってるやん。チェックして覚えろよ。はーい。ってことは僕がそこに行くってことか。いけないんだったら何かしら理由があるってことだね。そっか、意外とハイリア城、まあ、城下町だけど、意外と来るの早かったね、ここまでね。この人は話しかけれない。そうか、意外と話せれるっていうか、そういう人少ないね。そうだね。魔法使いとかも結構いるしね。はい。ということで、今回ここまでしたいと思います。まあ、とりあえずね、マップ移動とかして、次の目的が分かったっていうところか。まあ、次回、ダンジョン攻略系か。まあ、そうだね、光の雫か精霊に会うかとか、いろいろ出てくるんじゃないかなと思うんで、頑張って進めたいと思います。では、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。